入んなかった時に、こういう風に入んなかった時にですね、またオーバーしてですね、で、まあ3パットないしは4パットの可能性も出てくるので、いっちゃってる、いっちゃってる、いっちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる、ハグですチャンス。基本からの応用、90切りパターの考え方についてお伝えしたいと思います。はい。で、パターですね。まず2つですね、考えることがあります。1つが、まあ入んなくてもいいからまず寄せに行く。まあさっきも言ったんですけど、まあ、3パットしないように2パット圏内に行けるようにちょっと寄せに行くっていうことですね。はい。で、もう1つが、まあ、これはちょっとしっかり入れなきゃなっていうことで入れに行くパットで、寄せに行くパットと入れに行くパット、これを区別していただくといいかなと思います。で、これなぜかというと、グリーンって平らじゃなくて上り、下りでスライスフックっていうのがあります。はい。実際はですね、ずっと上りを打てたら最高です。はい。これはでもプロもみんな考えてることです。同じ、上りのパットをずっと打っていくことが、スコアアップにつながるんですけど、ただなかなかね、ずっと上りにつけるっていうのは難しいことなので、まあ下りスライスフック上りっていうのをですね、寄せに行くこと、しっかり入れるっていうことをちょっと意識して教えてきたらなと思います。で、まず上りについてやっていきます。これがだいたい上りの4歩ですね。はい。で、これは実際は少し入れに行く気持ちでも大丈夫です。はい。ただあんまり入れに行こうと強い気持ちになってしまうとオーバーしてしまって下りが残ってしまうので、まあ、そこだけはちょっと気をつけていただけたらなと思います。ちょっと打ってきます。4歩の距離感で精度を合わせて T ですね、 T を意識して、こういう形で、でそうすると入れに行った時に、まあ、少しオーバーしてこれをタップインできるようになります。こういう形です。で、次が、寄せに行く打ち方、これがですね、下りの時に主に必要になってきます。これが下りの4歩になります。はい。で、これをですね、やっぱり結構強く打ってしまってオーバーする方が多いです。ですので、まあこれは実際はワンクラブ以内に寄ればいいかなっていう気持ちで打ちます。ちょっと打っていきます。寄せに行くパット。こういう感じですね。で、今のはちょっとうまくいったんですけど、最後に上りにつけると最高です。そうするとこれタップインできます。で、あと寄せに行くときに気をつけなきゃいけないポイントがありまして、それが寄せに行こうとしすぎてこういうふうにショートすることですね。皆さん、一度は経験あると思います。で、こうすると下りがもう一回残ってしまうと、これもですね、入んなかった時に、こういうふうに入んなかった時にですね、またオーバーしてですね、で、まあ3パットないしは4パットの可能性も出てくるので、はい。ですので下りの時は寄せに行く気持ちとちょっとオーバーしてもいいかなっていう気持ちで、迎えることが大事です。寄せに行く気持ちと少しオーバーしてもいいかなっていう気持ちで打つと、ちょうど次のパットが打ちやすくなるので、こういう感じですね。はい。ですので、上り
は、入れに行ってもいいと、まあ、入れに行く気持ちで打ってもいいです、はい、でも下りはしっかり寄せれるようにで、まあ、下り下りっていう2回下りを打つのはすごい難しいことなのでちょっとオーバーしてもいいと思って、やってみてください、はい、下りは寄せに行く上りは入れに行く、はい、この気持ちでやってもらえばいいかなと思います。行っちゃってる。これであなたもスコープ。